どんな屈強なサッカー選手も可愛くなります。軽く、本当に軽くなんですけど、経歴を調べさせていただきまして、はい、栃木 SC から佐川印刷、そしてギラバンツ北九州、そこからタイ10シーズンということで間違いないですか？はい。いや、まあ、当時は全然情報なんてほとんどなかったんで。ですよね。うん、はい、だから、まあ、あんま情報いらなくないですか？怖さとかないんですか？はい。怖さ、その情報がない怖さとかは。だって日本と比べたら治安が悪いところの方が多いんだ。海外ではずっとしたいとは思ってたんですか？日本を飛び出すのは。いや、思ってなくて、全く。はい。で、この J2 アウトになったのが、うん、確か29とか、それぐらいの年で、J のクラブどこもなくて、リスクでサッカーなんか国内でやれなくなっちゃうより、なんだろう、そう、要はサッカーを利用して、日本の外に出たいなっていう感じですかね。うん。でも今10シーズン目ですよね。10シーズン、10年間。そんなに、そんな予定でしたか、逆に。どんなイメージ？まあ、タイで長くやることも考えてなかったし、サッカー自体いつまで やろうとかっていうイメージももともとなく、うん、今一応、一番近い目標としては40歳までサッカーやるっていうことなんですけど、うん、まあ、それはもう本当、息子が生まれてから決めたことで、うん、だからそれまではなんかいつまでサッカーやるとか、どこでやるとかはまあ決めてはない、なかったですね。うんうんうん、で、まあ、今、キャプテンマーク巻かれてるんですよね。串田に次ぐレジェン、タイのレジェンドだと。いや、もう櫛田とかもないっすね。レジェンドではないっすね。っていう話をですよね。いや、なんか。僕はやりたくないんで。櫛も今やってるし、彼らに聞けば分かると思うんですけど、やっぱタイのなんかキャプテンとかって、その日本のキャプテンとなんかやっぱ役割とかがなんか違うし、多いし、なんか大変だった。なんですよ。うん。そう、だから、なんかピッチの中だけでどうのこうのとかっていうものじゃなくなってきちゃって、はい、なんかどっちかっていうと、なんかそのクラブと選手をつなげなきゃいけないとか、まあもちろんクラブ、そのチームの、はい、なんだろう、環境にもよると思うんですけど、うちのクラブはやっぱ整ってることが少ないので、揃ってるものが少ないので、はい、まあ、そこまでやっていかなきゃいけない状態だから、はい、そうだから結構大変なんですよね。よ、めちゃくちゃ責任重大ですね、それ。うん。その上で、なんかもちろん言葉の壁とかって出てくると思うんですけど、はい。そこのなんか、自分なりの工夫とか。あの、タイ語は喋れるんで、うん。まあ、それで、タイ語で対応できるところはもちろん対応して、で、それ以外はまあ英語で話してとか、まあでも極力直接自分でなるべく話すようにしてます。おぉ、すごいですね。すごい。タイのキャプテンは背中で語るとかじゃないんですね、やっぱ。語ってないです。やはりこういろんなとこでこうクラブとの間に入ってとかってことですか？めちゃめちゃ言ってますね。それ言えるってすごいですね。なんかチームが低迷したりとかすると、はい、まあ、自分に責任が来るじゃないですか。いやいや、特にディフェンダーだし、はい、で攻撃の選手って、まあ、今日点取れなかったから次の試合点取ればいいやって感じもあるんですけど、ディフェンダーってやっぱなかなかそうは思えなくて、はい、まあ、もちろんその次例えばこの試合負けたらもう切り替えてその次の試合に目はもちろん向けるんですけど、そこの責任をポンってやっぱ食らうのってやっぱディフェンダーだし、で特にディフェンダーでキャプテンとか巻いたりして、特に外国人選手だと、はい、まあやっぱちょっとこう来るから嫌だからめちゃめちゃやってます。
はい。今、ハプニング。まあ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 、確かに。コロナが一番のハプニングですか。世界的ハプニング。今、めちゃめちゃハプニングです。なんか。あのね、かわいい。かわいいし、すごい。そんな感じで書きました。いやこれ超レアっすよ。僕は基本的に髪の毛もう短髪なんですよ、はい、でこれコロナのあれでここまで伸びたんで40までやるって危ないので宣伝になってしまう。やっぱタイっすか。いや別にどこでもいいんだけどでも、まあ、やることが今ちょっと目標になってるね。あ、なるほどね。このモチベーションをキープするコンディションとかのキープするなんか秘訣とかあるんですか。なんかそういう日々自分の心がけていることとかあるんですか。そうですね、結構ここ僕が 2,3 年の間で、うん、まあなんかその筋肉系の怪我とか今も膝の怪我してるんですけど、うん、の回数がやっぱ増えてきてるっていうのも あるし、そういう部分から多分なんかちょっと なんていうかな、不安があるからそれをちゃんとやって出るみたいな、不安がモチベーションになってるみたいなところはちょっとありますね。前向きなモチベーションよりはなんかちょっとネガティブなんですけど、うん、怖さ持ちながらちょっとやってますね最近は。最近っていうか、まあ、いろんな人の助けをもらったり、まあ、自分で勉強したりとかはしてるんですけど、あのこれからのサッカー少年少女たち、もしくは海外に行く前の自分に一言いただけると、この絵の中に入ります。あ、その言葉ですか。はい、はい、好きな言葉でもいいです。あの、四文字熟語でも、あの、タイ語でもいいです。すごいっすね、はい、その言葉が入れてくれるすごいっすね、マジっすか。え、これ、今じゃなきゃダメですか。よく考えたことですか。じゃあ最後に聞きましょうか。あ、またちょっとだけ時間ください。